ウィリアム・エス・ギルバートが撮影した日本村の写真日本人村はビクトリア朝後期1885年1月から1887年6月にロンドンのナイツブリッジのハンプリーズホールで行われた日本の文化の展示。約100名の日本人男女が日本の伝統的村落に似せたものを作るために雇われた。この数年前に イギリスで行われた日本文化展示の観覧ツアーを組織したタンナケル・ブヒクロさんによって行われた商業的展示であった。1850年代、日本とイギリスの貿易が始まり、1860年代及び1870年代には日本に関するもの、すべてが流行となり、日本の古風な文化はイギリス人たちに受け入れられた。19世紀後半、 特に短美主義支持者に影響を与え、この展示は好評を博し、数ヶ月で二十五万名以上が訪れた。この展示はナイツブリッジの南、現在のトレーバー通りの東に位置するハンプリーズホールで行われ、スタッフ用の宿泊施設も装備されていた。イラストレーテドロンドンニュース紙の広告によると、男女問わず熟練した日本人の職人たちが、監修、文化、 芸術を紹介し、美しい民族衣装を身にまとう。豊かな装飾を施し、ライトアップされた寺院、茶室での五時のお茶、日本の音楽やエンターテイメント、日本の日常生活などが展示された。アーサー・サリバンと共にオペラ、ミカドを制作中だったウィリアム・エス・ギルバートは、この展示を訪れ、この村の日本人たちに出演者たちに、 日本人の立ち居振る舞いを教えてくれるよう契約した。1885年、一晩中火事になって焼け落ち、日本人一人が焼死した。ブヒクロさんはすぐにできるだけ早く再建すると発表したが、日本人たちはベルリンで行われる国際衛生博覧会に出席するため移動する予定であった。彼らはとりあえず契約満了までそこに止まった。 1885年12月、ホールや村は再建されて一般公開された。この展示は18ヶ月続き、1887年2月までに100万名以上が訪れ、1887年6月に閉館した。ありがとうございます。